サイドを南北に縦断するアベニューと呼ばれる通り。ハウストンストリートを起点にウィリスアベニュー橋まで北へ125ブロック以上を経由し、ハーレム川沿いの東127丁目でブロンクスのウィリスアベニューに接続する。ハウストンストリート以南はアレンストリートに名を変え、キャナルストリートに接続している。1951年6月4日から、 北行きの一方通行となった。2011年、50丁目より、南の区間には、車道の左側に自転車道が整備された。ほとんどが、住宅地を通り、また42丁目と45丁目の間は、国連本部ビルに接しているため4車線の地下道になっている。マンハッタン島内の通りは南北を縦貫する通りを、アベニューと言い,い、東西を横断する通りを、 ストリートという。一番街は、マンハッタン内の主要なアベニューと同様に、1811年に委員会計画の一環で、島を縦貫する12本のアベニューの一つとして、設計された。かつて、ハウストンストリートから23丁目までは、IRT の二番街線の効果があった。二番街線は一番街23丁目交差点から、 西へ俺、二番街二十三丁目交差点を北進していたが、1942年に廃止された。ありがとうございます。